てめえがインベーダーの親玉か。素晴らしい。あ？戦う前に名を聞いておこう。俺は暗黒盗賊団ダークマターの頭目であり、全宇宙の覇者ボロスというものだ。俺は趣味で、じゃなくてプロのヒーローをやってる埼玉というものだ。埼玉。全宇宙の敗者が地球に何の用だか知らないが、よくも英氏丸ごとぶっ壊してくれたな。何の用か。予言があったのだ。予言？それって。かつて俺は宇宙中を荒らし回っていた。しかし俺は強すぎた。やがて歯向かう者は誰一人としていなくなり、俺は退屈という名の苦痛を味わう羽目になった。そんな時にある占い師が俺に言った。遠く離れたこの星に俺と対等に戦い楽しませることができる者がいるとな。もう20年も前のことだ。ここまで来るのにどれほどの時間を要したか。手下どもはあの予言は一時的に俺を遠ざけるためのデマだったと思っているようだが、今確信した。さあ俺のせいに刺激を与えてくれ。そのために来たんだ。バカかお前。退屈な人生に刺激が欲しくて他の星を襲うなんて OL でも考えねえぞ。俺のパワーを封印する役目を持つ鎧が今砕かれた。そうか。解放した俺を相手にここまでやるとはな。ああ強いよお前は。さすがに強いな。このボロスと互角に戦える者はお前が初めてだ。体内にある莫大なエネルギーの放出。タコがこれに触れれば骨すら残らん。
手応えあった。どうやら勝敗が見えてきたな。過酷な環境の星で生存競争を勝ち抜いてきた俺の種族は宇宙でも随一の自然治癒力を持つ。中でも俺は自然治癒力も身体機能も潜在エネルギーもずば抜けて優れていた。貴様らでは死につながるような負荷でも数秒あれば塞がる。もげた腕もエネルギーを集中させ、治癒力を爆発的に高めれば元通りだ。それに対してお前は傷が増すばかり、体力も徐々に減っている。うるせえ、ペラ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 と。もう終わりなのか、戦いは。いや、まだだ。エテオリックバースト。物質を推進力として生物の限界を超えた速度、パワーを引き出せ。この形態は無呼吸運動のように体に大きな負担がかかるため、結果的に命を縮めることになる。本来なら決着を早めたい戦闘にのみ使う切り札だが、傾いた。聞いてる聞いてる、すごいぞ竜巻ちゃん。行けた。この男には俺の全てをぶつけたくなった。それでこそ倒しがいが。連続普通のパンチ。お前は俺が倒す。全エネルギーを放つ。貴様もろともこの星を消し飛ばしてやる。だったらこっちも切り札を使うぜ。必殺マジシリーズ、マジ殴り。
破れたのか。まだ意識あんのか。やっぱ強えよお前。予言の通り対等ないい勝負だった。ああそうだな。嘘だな。お前には余裕があった。まるで歯が立たなかった。戦いにすらなっていなかった。予言など当てにはならんな。お前は強すぎた。